皆さんこんにちは、マタリクルビジです。では今回は、ゲレンの野望アークシューズの共有部位、ディターンズジャミトグ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はゼータガンダムの中でもあった、ウーゴとジャブロを強襲、これを退けるということに成功しまして、今回は、北米大陸攻略作戦を行っていきたいと思います。北米大陸はですね、2つ、ニューヨークとカリフォルニアに拠点がありますので、この2つを攻略していきたいと思います。では、時間を進めます。まずはメキシコですね。ここ制圧して、北米、キャリフォルニアとニューヨーク攻略の、糸口を掴んでいきたいと思います。モビルスーツの開発がですね、なかなか、思ったように進んでいないという状況もあって、多少時間がかかっているところ、これはね、実際いい問題あるんですが、この状況をね、なんとか打開しながら、まずはしっかりと攻略するための地盤を作っていきます。ライラさんとリック・ディアスのロベルトの戦いでしたね。ここはロベルトを撃破してます。はい。メキシコからエウゴを一掃しました。では、メキシコを取りましたので、北米鎮圧作戦、これを発動します。北米のエウゴに対する討伐作戦を開始する。作戦目標はニューヨークおよびカリフォルニアである。地球の治安を乱す愚か者どもに裁きの鉄槌を下すのだ。諸君らの健闘に期待する。では部隊を送り込んでいきます。まずはキャリフォルニアから落としていきましょう。はい、これでキャリフォルニアベース攻略完了です。敵部隊ほとんどいなかったので、簡単に攻略することができました。このまま、今度は東海岸、ニューヨークへと向かいたいと思います。報告します。アナハイムエレクトロニクスより、信号機、ガンダリウムガンマに関する技術情報と、新型量産機の設計図がもたらされました。詳細は開発部でご確認ください。さあ、ニューヨーク攻略に向かっている最中ですけども、これはマラサイですかね。マラサイの開発プランが来てます。これ、早速開発しましょう。倍額投資する余裕がちょっと残念ながらないのはね、惜しまれるところではありますけども、このまま行きたいと思います。では、ニューヨーク突入戦です。AU-533 部隊とちょっと数多いですね。もうちょっと少ないかなと思ったんですけど、増援を送らないといけないかもしれないと思います。消耗戦にならないようにしっかり温存しながら戦っていきましょう。さあ、ここなんですけど、いきなりヤザンとジェリドがやられてしまうかもしれないですね。エース中のエースの2人、これが本当にこの初戦でね、やられちゃうとちょっと痛いので、なんとか持ちこたえてほしいところかなとは思うんですけどね。いかんせん敵の数が多いので、ちょっと落とされるリスクがとても高いです。どっちかだけでも残ってほしいけどね。残念ながら、持たなかったですね、ヤザンは。マーク2は残ったので、なんとかマーク2は、本体と合流できるように頑張ってもらいましょう。これ誰乗ってるんでしょう。百式ですね。マーク2、2機、それにジム・クエルが挑みます。なんとか攻撃当てて百式は撃破できたので、クワトロではなさそうな感じがしますね。実力が違うんだよ。その程度じゃ私には通用しないのさ。百式撃破です。
このニューヨークの攻防が前半の、まあ、いわゆる天王山という位置づけになりそうな、まあ、そんな激戦になってるんですが、まあ、徐々に光明も見え始めてきてましてですね、まあ、何度か敵を攻略できる見込みが立ってきてます。まあ、ただ油断しないようにしっかりですね、とどめを刺して回りたいと思います。今ちなみにあのシロッコはですね、宇宙で、まあ、サイド3と、まあ、バワークーの中間地点で、まあ、敵が攻めてきた時の迎撃隊として活躍してもらってるんですけど、まあ、シロッコもこの地球に降ろしてもいいかもしれないですね。しばらく出番がないと思うので、シロッコも地上に降ろしたいと思います。マウアーはまだパワードジムに乗ってるので、まあこれも、まあ、せめてハイザック。できればもうワンランク、ツーランク上の、まあ機体に乗ってもらいたいなと思いますね。まあそういう意味では先ほど開発したマラサイ。これがもうすぐロールアウトしてくると思うので、まあそのマラサイなんかをね、使ってもいいかなっていう気もしますね。さあ、ここジェリド。残れるかというところですけど、ギリ残りましたね。マーク2は1機戦編成のユニットなので、残ってさえくれれば完全回復も可能という、まあ、位置づけなので、まあ、あの、残ってくれることがすごく重要ですね。モンシャのマーク2です。まあ、ジムキャノンと水中型ガンダムなんで、もうここまで来たら敵ではないですね。撃破して。最後、ペガサスが残っているんですけど、これを落とすことができれば、このターンで、このね、ニューヨーク、まあ、ニューヨークですかね、ここの攻略が完了できるというところで、ジェリドのマックスです。撃沈、完了です。まあ、多少モビルスーツ失ったりもしましたけども、まあ、戦艦なんかにも損害が出ていないので、まあ、この北米攻略、キャリフォルニアとニューヨークに関しては、まあ、大成功と言えると思います。報告します。アメリカ大陸を追われたエウーゴが、太平洋沿岸の連邦拠点に逃げ込んでいるようです。今後、この地域で反連邦運動が活発化することが予想されます。ジャミトフ閣下、ニュータイプ研究機関、オーガスタ研究所が、研究資金の提供を求めています。支援をご検討ください。パプテマスシロッコの推薦により2名のパイロット候補生を正規パイロットに採用しました。報告します。宇宙要塞アクシズが地球圏に近づいています。地球圏への到達は時間の問題です。アクシズの動向には十分に注意してください。まあ、色々起きましたね。まずオーガスタ犬ですけど、これは特別プランかな、もう忘れないうちに早速これは支援を行いましょう。はい、オーガスタ研究所に資金を提供します。報告をお待ちください。で、2名のパイロットが新しく配備されたということで、サラとシドレですね。まあ、サラは魅力があって、まあ、射撃も、まあ、そこそこ使えそうですね。シドレも反応はまあまああるので、まあ、あの、戦えそうなキャラクター2人が加わってくれたというふうに思っています。では、この後舞台はですね、北京の方に移って、北京攻略作戦に、作戦をね、変更していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回その様子をまたプレイしていきたいと思います。